こんにちは、オランジュリーのミカです。今日はトースターでも作れるちぎりパンを作っていきます。初心者の方でも失敗することなく作れるレシピになっていますので、安心して作ってください。わかりやすいように材料の説明もしていきますので、一緒に楽しく作っていきましょう。まずお粉とイーストの説明をしていきますね。お粉です。パン作りでは主に強力粉と準強力粉を使っていきます。今回は強力粉を使っていきます。この動画ではスーパーでも手に入りやすいカメリアをご用意しました。お粉はふるわないでそのまま使っていきましょう。次に膨らませるもの、イーストですね。私はサフシャのイーストを使っています。ちょっとね、量が多いので、このように小分けにしたイーストもスーパーで売ってますので使ってください。今日ご用意したのはホームメイドというところのですね。その他にスーパーカメリアというのも売ってますので利用してみてください。もし量が多いのを購入した場合、封を開けましたら冷蔵庫もしくは冷凍庫で保存になります。で、この子生き物なので必ず賞味期限内に使用するようにしてください。では実際に作っていきましょう。強力粉 250g、 インスタントドライイースト 5g、 塩 5g、 お砂糖 20g ですね。こちらをスケッパーの丸い方を使ってよく混ぜていきましょう。ざっくり混ざりましたら牛乳 145g、 卵 30g を加えてさらによく混ぜていきます。スケッパーで切るように混ぜると粉気が混ざりやすいです。粉気がなくなりましたら生地を台の上に出して、手のひらで台にこすりつけるようにして材料をしっかりと混ぜ合わせていきます。材料が混ざりましたら生地を左右に転がしていきます。左手で右奥、右手で左奥という形で力を入れて転がしてください。急がなくていいです。少なくとも10分は転がしていきましょう。生地に弾力が出たらグルテのチェックをします。生地を引っ張ってみてすぐ切れなければ OK です。そしたらバターを加えていきます。バター 20g を細かくカットして生地の上に乗せていきます。生地をしっかり掴んで台にこすりつけるようにしてバターを混ぜ合わせてください。こねむらにならないように生地はできるだけ遠くまで伸ばすようにしていきましょう。バターが混ざればミキシング終了です。台に打ち粉をして丸めていきます。打ち粉は強力粉を使っていきます。しっかり丸めましたらボウルに入れて、生地が乾燥しないようにラップをします。生地が2倍ぐらいになるまで温かいところで発酵させます。私は30度で40分発酵させます。40分後です。 1.8 倍から2倍ぐらいになれば OK です。ラップに発酵前の大きさをマジックで書いておくと分かりやすいです。しっかり発酵していますのでラップを剥がします。打ち粉ですね、こちらを人差し指の第二関節までお粉をつけてあげたらブサッと刺します。穴の大きさが変わらなければ発酵完了です。 4、5回グーでパンチをしていきましょう。スケッパーの丸い方を使って生地を台に出します。1個 20g を20個分割していきます。余った生地は分けてください。20g かなり小さいです。分割する数が多いので1個あたり 3g とか多く分割しちゃうと1個2個分足りなくなってしまいますので、なるべく正確に分割してみてください。分割できましたらそれぞれを丸めていきます。手のひらの中で生地を転がすように丸めていきましょう。全部できましたら上にふんわりラップをかけて10分休ませます。
では型となる天板にクッキングシートを敷いていきます。今回アイリスオーヤマのコンベクションオーブントースターというのを購入しまして、そちらの天板を使っていきます。22cm×26cm ぐらいです。同じ大きさぐらいの天板もしくは型がない場合は新聞紙を5枚ぐらい重ねて同じサイズぐらいの型を作りましょう。そこにクッキングシートを敷いていきます。10分経ちましたので成形をしていきます。すべての生地を丸めていきましょう。ガスを抜いて手のひらの中でくるくる転がしていきます。両手だとね、慣れない人はやりにくいと思うので利き手の方だけでやっていきましょう。練習をすれば上手になっていくかと思いますが、他の丸め方も説明していきますね。私は打ち粉をしないで成形しちゃっていますが、慣れるまでは打ち粉をすると作業しやすいです。ガスを抜いた後、外側の生地を内側にね、折り込むような形で丸めていきます。一周したら生地をひっくり返してお尻を閉じていきます。また違う成形していきます。ガスを抜いたら閉じ目を今度上にして、周りの生地を中心に集めてしっかり閉じます。もう一回していきます。閉じ目を上にして周りの生地を中心に集めていってしっかり閉じれば OK です。また違う丸め方です。手のひらで今度転がすやり方ですね。親指のところの盛り上がってるところを壁にして転がしていきましょう。もう一回やっていきます。ガスを抜いて親指を人差し指の方に、ね、くっつけるようにすると、親指の下が盛り上がって壁ができますので、そこに沿わせて生地を転がしていきます。そうするとね、ピンと張りますので20個すべて丸めていきます。丸め終わりましたら天板に並べていきます。1列5個4列ですね。全部で20個です。並べた状態では隙間がありますが、最終発酵が終了をするときには生地同士が軽くくっついている状態です。そこまで発酵させていきましょう。発酵機能を使う場合は35度で30分から40分です。室温で発酵させる場合は上にふんわりラップをかけておきましょう。発酵させている間にオーブンに余熱を入れていきます。アイリスさんのトースターを使う場合は上下ヒーターファンで220度で余熱を入れておきます。それ以外の電気オーブン、ガスオーブンの場合は180度で余熱を入れておいてください。発酵完了しました。生地同士が少しくっついているような状態です。そしたら焼いていきます。実はこのトースター初めて使うんです。うまく焼けるといいですよね。220度で13分焼いていきます。電気オーブン、ガスオーブンの場合は180度で15分ぐらい焼きましょう。いい焼き色がついてきましたね。楽しみですね。キッチンタイマーで焼成時間を測っています。はい、では出していきましょう。こんがりいい焼き色がついています。ケーキクーラーに移動していきます。対角線上にオーブンシートを持ってケーキクーラーに移してください。粗熱が取れましたらビニール袋の中に入れてパンは保管しておきます。 4,5 日は美味しく食べられると思いますので、一つずつちぎりながら楽しんでみてください。ちょっとちぎってみますね。ふわふわです。押しても戻ってきます。弾力ありますね。ちょっと食べてみます。やっぱりね、トースターなので少し表面の水分が抜けてるかなって感じがしますので、焼成前に卵を塗るといいかもしれませんね。いかがでしたか？ちょっと作れそうな感じしませんか？トースターでもね、こんな感じでパンが作れます。これからしばらくトースターで作るパンをご紹介していきたいと思いますので、楽しみにしてください。よかったらチャンネル登録をしてくれると嬉しいです。もし作ってくれましたら、
インスタの方にタグ付けでアップしてもらえたら、できる限りご挨拶に行きます。ぜひ楽しんで作ってみてください。ではまた。